Let's start fight. おーい！ファイトよかった。よかったね。そう。でも、王子ではなかった。王子ではなかったね。ね、今のはね。この番組は。さあ、行くぞ。はい、じゃあ行きましょうか。はい。はい、ありがとうございます。はい、皆さんどうも、こんばんは。マイスクリーム講師のデスノー兄様でございます。そして。はい、ボイスドクターのリーです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、はい、10時ですよ、あ、10時ですか。10時。はい、もうほぼミッドナイトです。なるほど。そうなんです、そうなんです、そうなんです。ということでですね、ミッドナイトにぴったりな、おお、多分ぴったりな動画を今日持ってまいりましてですね、うん、今日もリアクション動画、はい、させていただきたいなと思います。なるほど。いいですね。我々今、うん、VTuber さん勉強中じゃないですか。はい。そうなんですよ、うん、でどうやって勉強してるかって言ったら、うん、まあ、随時いろんなVTuber さん の,、はい、リアクション動画をさせていただく中で、うん、皆さんにコメントをいただいて、うん、そうなんです、うん、この動画にもぜひお願いしたいですけど、はい、いっぱい書いてくれますもん、ね、いっぱい書いてくれてて、ね、いっぱい全部見てるっていう、うん、本当に全部見てるんですよ、ね、本当に全部拝見してて、はい、でその中で、うん、お声が多いもの、うんとかお声が多い知識とかを、うん、皆さんに分けていただいて、はい、勉強させてもらってて、ありがとうございます。で、ありがとうございます。で、その中で、特にお声の多い、うん、例えば動画であるとかコンテンツを、うん、拝見したり、うん、で、またこれをこういうふうに配信したり、うん、っていう感じで、最近このサイクルを、うん、PDCA を繰り返してるんですけれども回していきましょう。そう、まあガンガンに回してるんですけど、ね、うん、そのうちの1個で、はい、なんかね、うん、怪しげな、怪しい、この夜にぴったりなコメントを見つけるんですよ。見かけるんですよ。なのでちょっと今日はそれを見てみたいと思います。それがですね、はい、こちらなんですね。はい、こちら、この方は、この方この方は剣持さんのアンチヒーローっていう、アンチヒーロー、アンチヒーロー、これ、うん、世界の終わりの曲なんですよ。そうなんですね、原曲は。のカバー。なるほどなるほどなるほど、そっかそっか。で、はい、サムネイル今見えてるじゃないですか、うんうん、なんかミッドナイトじゃないですか。あれ、ちょっと剣持さんといえば我々の王子じゃないですか。はい、ね、はい、そのね、この王子がね、王子が、そうっす。だからこれ気になっちゃって、ちょっと王子の YOASOBIがこれ、そう見れちゃうっていうか、未成年なのに、あらあらっつってこれ先生と見ていかんとと思って今日これ見ていきたいと思いますんで、ね、ちょっと風紀にしちゃいましょうか。あ、そう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 よいしょね、はい、2ブロックダメだぞっつってやっていきたいと思いますんで2ブロックダメなんですよなんかとこもあるらしいんで、あ、そうですね、そう見ていきたいと思いますのでね、はい、とはいえ、まあこれ歌ですからね、はい、我々の声の専門家ですから、はい、ここの瞬発力、うん、解説力、はい、任せてください、自信がありますね。そうですね、ということでここはぜひ最後までご覧いただければと思っておりますので、そうですね、はい、こんな感じでこのチャンネルではですね、日々発生関係の話だったりとか、リアクション動画だとかですね、アップロードしますんで、まあ、チャンネル登録をお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。じゃあちょっとこの世界に飛び込んでみましょうか。はい、ね、さあもうなんか怪しげな時計がなんかてっぺん、深夜ですよこれはね、これ補導されちゃいますよこれ。なるほどね、そうですよ、あらら、これまずいですよ、どっか出かけるんですかね。ねえ、なるほど、どうなんでしょうか、見ていきます。はい、あ、時は進みますけど、なるほど、もうなんか、マジこれね、なんかね、どう来るっていう、どうなんですかこれ、曲調がすでになんか王子とはかけ離れてますけれども、この感じでね、はあ、曲名はだってアンチヒーローですからね、アンチヒーローってね、うん、そのまま行くんだったらアンヒーローのアンチというか、うん、ヒーローの逆というか、そうですね、悪役ぐらいの感じですけど、おお、まがまがしい、ねベースな感じで、ね、じらしますね、楽しみだね、楽しみだね、じらしますね、ね、うん、え、うん、違う人違う人来た、英語うまっ確かに確かに確かに、うまいっすね、確かに、あら、あ、そういうことか、いやなんか、うん、これもコメントで、はい、教えてもらった気がするんですが、うんうん、なんかオーストラリアだっけな、どっかでなんかホームステイしてたみたいな、あ、本当ですか、それもあるのかもしれないですけど、国際派なんですね、国際派かもしれない、なるほどなるほど、グローバルな人材かもしれない、ちょっと夜は外交官やってますみたいな、あ
高校生嘘でしたね。かもしれません、ね、いやいやいや、でもなんか本当に英語が発音やっぱり上手だっていうのは確かに、これはやっぱり歌にとって重要なんで、ね、あ、重要ですよね、はい、発声的にもいいんですよね、大事ですね、なのがね、大事ですか、なんか気だるく、ちょっとなんかそうなんですよね、歌っちゃってますよ、なんか You know I don't give a damn, ちょっと息っぽく、ね、いつもハツラツなのに、いつもなんかね、うんうん、もっとこう真ん中で、そうですよね、パチッとこう受けてくるような感じっていうか、なんかこの日本語と英語で違うだけじゃない、なんかこの歌い方の違いというか、うん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 、まああれですね、これ世界の終わりのね、そうですよ、原曲がね、ね、そうです、そういったちょっとリスペクトからも入ってる、ああ、そうかもしれないですね。ね、うん、ちょっと N と母音が繋がってますもんね。おいいっすね、あーね、おー、あ、いい TH ですね、ねえ。いや、いいんですよ、いい上です、うん、よかったっすね、これだから、それぞれね、ずっとこの英語の、まあ、難しいところではいいところであるんですけど、これやっぱ声帯鳴らしてないといけないところなんですけど、ずっと同じスピードでいかないといけないんですよね、だからそれがこのラップ調のね、はい、この曲調にこう乗せながらできてるっていう、これ結構いいな、流動的にラッピングできてますよね、はい、うんうんうん、あとこう最後にこう流すとこがあったもん、セクシー、あ、そうですよね、セクシー、ところどころね、ケンモツにセクシーっていう時が来るとは、いやー、ちょっとアダルティーですね、アダルトですよ、やっぱり夜の王子は、確かにめちゃくちゃ下ネタみたいな感じですけども、そうですね、はい、これいいですね、新しい側面です、これはね、うん、完全に、おお、ああ、ああ、おお、おお、ファイトよかった、よかったね、ファイトよかった、なんか潰し気味に潰してましたよね、ファイト、これは夜の、ああ、確かにですから、そうですよね、なるほど、え、お、そう、なるほどですね、 こっちもある、ちょっと悪い男が出てきてますよね、出てきて、これが皆さんの言うケンモツさんなんだ、そういうことなのか、だからか、ちょっと我々の知らなかった、そうですね、ちょっとね、知らなかったっすね、ちょっと悪い感じ、アンチヒーローだったんだ、あ、そうですよね、アンチヒーローだからね、ヒーローだと思ってましたからね、そこを否定してきてますからね、そっか、なるほどなるほど、そうだったんだ、そうですね、これ楽曲表現っていうかね、確かに、うん、だってこの曲をカバーしようってあんまならないですよね、うん、そのここが本なんだろう、ここがその人にとっての気持ちいいところじゃなかったら、うん、あんまり、うん、あ、アンチヒーロー歌おうってあんまならない、まあまあそれはそうだと思います、これがこの人の本当のところなのかもしれない、まあそうですよね、ね、それの意図するところはね、うん、ああ、そう、なんか随所で、はいはいはい、エッジ入れてますよ、ね、そうなんですよ、なんか、え、そう、ね、結構低い低音でね、マジでケンモツさんってなんか中音早くね、王子様感が我々のイメージするとこだったのが、真ん中にスポーン系だったけど、低音でもがっちり安定してますね、すごいな、あ、そっかそっか、なるほどなるほど、そうですか、いいね、そうなんだ、おもろ、いいね、おもろいわ、うん、ここなんかちょっと王子じゃね、ここそう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 、ここ王子なんだよな、ちょっと安心するんですよ、ちょっとあ、よかった、王子だった、実家の味なんですよね、ここそうですよね、ちょっとたまに帰ってきてくれる、そう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 、我々の実家に、そうそうそう、まあ、すぐ行っちゃうんですけど、5時までに帰ってきてくれる、その時出かけるんだよな、今日の王子は、すぐで、ねー、ね、今日の王子仕上がってますから、うん、仕上がってる、仕今のとこね、安心したね、次のこの I can say ここはこのポジション、うん、この誠実ポジションで、そうです、あ、おかえりーってできてるわよ、ご飯って、うん、トン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 ってポジションですよね、これとんかつよ、そうそうそう、やったーって高校生好きですか、とんかつは、とんかつね、やっぱ高校生が食べる、食べるといえばねちょっと我々重たいですけど、そう、ちょっともう重たいんです、なかなかチョイスしないです、そう、ちょっともうなかなか食べないんですけどね、衣いらないかなってなっちゃうんですけど、ケモツ喜ぶでしょ、そうです、そう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 、ほら、そうです、セクシュー、おお、セクシュー、ねえ、
エンタイヒーロー、ヒーロー、ねえ、ER ですね、いいですね、全然上顎にベロついてないもんな、ちゃんと巻いてる。いい、なるほど、ああなるほど、難しいな、難しいですね、難しい、でやっぱりこの感じで英語を追っかけながら、はい、やっぱり発声はまあ王子はさすがですよ、確かに、いいですねこれね確かにね、ちゃんと同じとこ走ってますね、ちゃんと支えられてる、あ、支えられてますよね、ですよね、ゆらゆらしてないですね、うん、なんかブレる感じがないじゃない、ない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 、うん、ちゃんと軸がずっとあるから、そう、必死じゃないですよね、必死じゃない、余裕感があるんで、なんか聞いてて気持ちいいというか、気持ちいいですね、ね、ですよね、うん、あ、いいですね、うん、あ、悪かった、悪い、お、なるほどね、お、お、お、なるほど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 、ちょっと高くなりましたけど、そう、でも王子ではなかった、王子ではなかったね、ね、今のはね、ちょっとローだったんですよ、なんかこうマントが見えたね、黒いマントがね、見えましたよね、ヒラヒラしてる感じ、翻してますよね、そう、王子を一旦こう通り抜けたね、やめてね、一旦ね、うんうんうん、一旦悪に徹してますよね、徹してる、あ、そうっすか、あ、なんかこういうちょっと演じ分けというか、うん、歌い分けというか、ね、あるんですね、キャラクターあるんだ、おもろ、なんかこの幅が、臨時が効きそうにない、このちょっとその曲調じゃないですか、そうですね、その中でこのなんかそのね、演じ分けっていう、確かに歌い分けは器用ですよね、見事ですよね、この幅の狭い中でちゃんと待ってる感じ、そうなんですよ、しますよね、ね、待ってるもんな、おーおおおお、ちょっとウィスパーなんですよね、うん、ほんのちょっとですけど、こんなにはなってないけど、うんうん、ちょっとささやき系が随所入ってるような感じ、そうですね、でももう終わり際に入れてるんで安定してます ね、 確かに確かに確かに、ファイトみたいな感じで、うん、よいよいよい、セクシーやな、頭は結構やっぱりリズムに乗ってパキッと、パキッとね、来てるかな、来てる感じですよね、うん、あ、裏のハモリも聞いてますね、なるほど、ヒーローっていう言い方が良くない、ヒーロー、ヒーロー、ヒーローいいっすよね、一旦ちょっとエッジ気味にこう下をそう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 、舐めてますよ、これ夜の歌い方です、あ、確かにエンタイアヒーローの言い方いいっすね、エンタイアヒーローで、そう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 これやっぱ発音ちゃんとしてるから、うん、そうかもしれないですよね、なんかね、うん、ヒーローだとね、ちょっとあ、そうです、そうです、あの、L で角張っちゃうんで、そうかもしれないですね、ダメなんだけど、R だから、ヒーロー、そうか、ヒーロー、うん、O もちゃんと O だから、ヒーローって言えてますよね、言えてるから、言えてる、言えてる、だから、言い切れてますよね、うんうん、まあ、それを結局、指標にして作られてる楽曲だから、そうかそうか、ちゃんとそういう風に歌えてますよね、音符を音符の通り歌えてるから、はい、いいっすよね、うん、気持ちいいところだな、うん、でもちょっとたまには実家にもね帰ってきてほしい、欲しいですよね、たまに帰省してきてほしいんですけどね、こういう気分だ、そう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 ちょっととんかつあげときます、2話に釣られてね、そうそう帰ってくるから、そうそうそうトン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 つって、おかっこいい、かっこいいっすよ、かっこいい、あー、帰ってきたわ、ああね、裏のやっぱハモリが効いてるわね、この裏のハモリも結構さですよ ね、 ね、ああ軸きた、軸きた、軸きた、ああ軸きた、帰ってきた、おーおおおおおおかえり、ちょっとおかえりに、でも体全部入ってなかったっすそうなんですよ、そうなんですよ、足だけ見えたんです、そう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 、もう僕ら食い気味におかえりに行っちゃったけど、行っちゃって行っちゃって、今のとこね一瞬だけですけどね、うん、エッジが入るんだよ、ああ、そうそう、ちょっと軸が入るの、うん、うわ、エンザイヒューロー、なるほどね、なるほど、最後の、うん、この前の部分、ああ、面白い、これ最後の最後ですけど、I'm gonna be the anti-hero ってとこなんですけど、うん、最初の I'm の部分は声帯エッジなんですよね、うん、I'm gonna be the なんですけど、うん、
エンターヒーローのところ、うんうん、こっちはちょっと稼いだエッジですね。あ、本当、もう一回聞かせて。そうそうそう、オタク、エッジオタクなんで。いきますよ。次なんだっけ。次バナナ。次ほら、マニアック超一瞬ですけどね。ちょっとバツリわかります。エンタイアヒーローですよね。I'm gonna be the end、ね、でこのよく聞くと、うん、後者のが深くてちょっと強くてでかいのが、うん、あの皆さんもちょっと聞き比べてほしい。粒感なんですよ、粒感がね、ちょっとでかめなんですけど。そうかそうか、でもだからちょっと違うんだな。これちょっとこれ深くえぐっていくエッジ系得意です ね、うん、ですね、意外とね。なるほど、だからそこに裏付けされた普段の真ん中感なんじゃないですか、うん、意外とやっぱりハイトーンはね、うん、相当うまいですよ。なるほど、裏でかぶせてるハイトーンが、あ、確かに安定してるんですよね。なってますもんね、うん、明るいですもんね。そう、うん、だからこれなんか昼のやっぱり王子の顔もやっぱ見えるんですよね、うん、確かに。そう、確かに。だからそことの相性がそのご自身の中でこのダークサイドと、ね、なるほど、この相性がいいっていうか。なるほど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 、そうですよね、はい、そうそうそう、裏の感じも、うん、いいんだよな。ねえ、二律背反、そうなんですよ、このね、同時並行っていうか、いやいいですね。おお、新しいものを見ましたね。かっこいいね。こういう感じなんだな。こういう感じあるんです、ね、王子じゃないのかもしれない。ちょっと不良な感じというか、ちょっとそうかもしれないですね。気軽に王子って呼べなくなってきましたね。ちょっとね、美味しいですね、この楽曲というか。ケモさん一人で2粒も3粒も美味しい人なのかもしれないですね。いや、このでも二面性演じれるっていうのはやっぱり、確かに、なんていうのかな、ちょっとやっぱり悪い男感が、つかみどころあるようでないですね、うんうん、そうそう、悪い男ですよね。そう、これだから表現力が底知れないですよ、まだ。うんうん、確かにな、うんうんうん、まだ持ってそうっすもん。まだ持ってそうだよ、ね、だってこの二面性あるってことはまだあるでしょうね。まだありそうだよ、ね、掛け算がまだあるわけですか。やっぱね、ハイトーンだと思うんじゃない。さっきの、なるほどね、後半にかけてのやっぱりあの、うん、ハイトーンはなかなかできたもんじゃないので。確かに、エンベバーレーのとことかがすごいなんか高くキラキラした感じの音色だから。そうなんですよね。いや、あれかっこよかったもんね。かっこよかったっすね。だから多分太陽のような歌も多分歌えると思いますね。なるほどね、逆の逆でもうど真ん中の王子ソングもね。そうそうそう、聞かせてほしい、やってほしい、ね、やってほしい。ヒーローっていう曲があったらそれを歌ってほしい、本当に。ね、キングダムとか、そう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 、照らしてほしい、照らしてほしい、みんなを照らすような曲を撮ってほしい。その時はもう歓喜しながらリアクションしましょう。ねえ、はい、いや皆さん本当これ教えてくださって、うんうんうん、ありがとうございます。いや、こうして本当皆さんから教えてもらって、はい、新たなこういう VTuber さんの勉強ができるで、ね、新たな一面が知れる、うんうん、新たな人が知れる、はい、ケモさんは初見じゃないけど、うん、はい、ある種初見みたいな気持ちで本当にそう見れて、あの、良かったです。いや、皆さんやっぱ表現力がね、すごいです、ね、あるわ。ねえ。だから今後の知見になりましたね。知見になる。ケンモトさんの動画また拝見するでしょうか。え、多分ね、たまにやっぱりこういうダークサイド出てきてるんでしょう、ね。あ、多分そうなんだよ、ね。また見返してみたときに、このダークサイドがちょっとこう、ちょっと見えるかもしれないんで。そういうことか。またちょっとそこにも着目しつつ。なるほど、なるほど。それこそまたあの皆さん、ね、おすすめとかまた、うん、コメントとか書いてもらってですね。ぜひお願いします。ぜひね、お願いします。はい、で、あと、補足知識とかももしありましたら、いただけると、あの、勉強になりますんで、ありがたいです。ぜひお願いします。ということなんで、うん、あの、まあ、ちょいちょい、あの、解説もできたかなと思っておりますんで、はい、あの、ぜひ参考になったりという方とか、はい、今回の動画が良かったという方は、ぜひグッドボタンと、うん、あと、チャンネル登録またお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。生体の専門家、李先生と、ボイスレーナーの生本番をお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。